まずね、この動画を見ていただくにあたってね、一つ先に謝っておかなければならないことがあるもんでね、それを先に謝っておくね。まあ、東方、なるべくキャプテン翼を打つときは、まあ、昔ね、ちょっとサッカーをかじっとったことがあるもんで、ユニフォームがいくつかあるんだけどね、そのユニフォームを着用して打つことをなるべく今まで心がけてやってきたんだけれども、今回、ユニフォームを着用しておりませんので、本当に申し訳ないけれども、私服での、まあ、ジャージなんだけどね、ジャージなんだけれども、まあ、サッカーのユニフォームではないという服装での、プレーになりますので、その辺、もうそれは許せないっていう人はね、もうここで動画閉じてもらっていいんで、まあしょうがないな、まあでも見るかって思ってくれる人はね、見てもらえばいいと思うよ。てかやっぱ見てって、うん、7点敗とかなんかいろいろ熱いのあるから。よし。
ということでね、まあ、素晴らしい。個人的にはね、こんなまだまだだってやつおるかもしれんけど、まあ俺的にはね、この継続率でこんだけ続いてくれればもう全然、俺そんなね、連チャンするタイプじゃないもんで、もう素晴らしい結果が得られたと思っとる。まああのね、連チャンもね、良かったけれども、何よりも良かったらやっぱ赤保留からのね、もう7点敗がね、出たのがもう本当にね、嬉しかったね。もう、スープ、出ちゃうね、これね。で、おまけにね、まあ7点だからね、当たればもう、STV 入るよっていうことで。で、まあでもね、7点スルーのね、法則がね、俺の中ですげえ強いもんでね、もちろん、そういう決まりがあるわけではないけれども、まあ過去ね、それが俺はやたら多かったもんで、うわぁ、今回も、みたいなね、思ったけれども、それどころかね、まあ、10連オーバーで2万発オーバーということでね、もう本当に、キャプテン翼、キャプテン翼、本当にありがとうございました。もう一度最後に、サッカーのユニフォームを着用せずに、打ったことを、もう一度お詫びしておきます。すいませんでした。